僕こうですね。ちょっと出しましょう。せーのでやる。画面から見ると、ミルクがこう。ヤイズ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。第3回目となります山ちゃんのコントリビュートなんですけれども、今日ですね、僕心なしかちょっと元気でして、というのも3回目なんですけどね、1回目と2回目のゲストさんが女性の方で、画面で映った時の僕の顔のデカさがものすごい3倍ぐらいあるんじゃないかっていうね、ちょっと愕然としましてね。今日は男性のゲストさんをお迎えしての回なので、まあその分ちょっとね気持ちが楽かなっていう僕も顔がでかいね。はい、そんな感じでね、始めさせてもらいます。ではタイトルコールで山ちゃんのコントリビュート。コントリビュート、ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ということでですね、今日のゲストさんをご紹介します。アイディルライフマーケティング株式会社の益子社長です。はい。益子武弘さんですね。はい。はい。では自己紹介お願いします。ありがとうございます。ちょっと呼びづらい社名でご迷惑をおかけしておりますが。掛川市でですね、マーケティングのコンサルタントをしている益子武弘と申します。売上アップであったり集客のサポートというのがメインな、仕事になってまして、特にですね最近はコロナも多くてですね、インターネット集客のサポートが、だいぶ多くなってきてるかなというところで、お手伝いをしております。集客の、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。で今日ですね、その婚活をしていこうという僕がなんでこの益子さんに来ていただいたかといいますと、マーケティングという面から見て、はい、婚活っていうのはどういうふうに捉えるのかなと、はい、まあ前回も言いましたけど SNS で1年間ちょっと活動をしてちょっと成果が出てない。はいはいはい。じゃあどういう活動をすればこれが身になっていくのかとか、ほう、どういうマーケティングからこう指導をいただけるのか的な、なるほどですね、なるほどですね、そういうものをね、はい、ちょっとお話しさせてもらおうと思って来ていただいたんですけれども。わかりました、はい、婚活をマーケティングという切り口で見たらどうするといいのかなっていうようなことがあれですね。そうです。アドバイスできたら僕は合格点をもらえるわけですね。おっしゃる通り。なるほどですね。はいはい。そもそもどうですかね。なぜ今結婚したいってこう1年前思って動かれたのかなっていうところなんですけども。よくぞ聞いていただきました。的確な質問であればよかったです。ですね。はい、今までねお付き合いした方がいないわけじゃないんですけれども、はい、静岡市とか。東京とか仙台とかいろいろ住ん で、はい、で地元にも結局ちょっとねお付き合いしてた女性と別れて、はい、御前崎に戻ったんですね、はい、でこれなんていうんですかね、コロナもそうなんですけど僕仙台でその東日本震災を現地で被災して、はい、でこういうねコロナにしろ地震にしろ生命の危機を感じた時って、うんうんうん、一人じゃちょっと死にたくないな。なるほど。やっぱりちょっと伴侶がいて、なるほどなるほど、助け合いが必要かなとか、はい、あと
まあ、人生100年時代なんで、はい、今自分が51ですけど、あと半分あるのかって思った時に、はいはい、あと半分ね、やっぱり話し相手も必要だし、うんうん、まあ力を合わせてね、楽しい人生を送りたいなっていうのが一つありまして、なるほど、そのきっかけが、まあ、コロナもあったんですけど、はい、うん、だからちょっとそういう面でね、いい人いないかなっていうのが、のがきっかけで、はい、今具体的にその1年前から SNS っていうのは、うん、あのどんなこう媒体といいますか、 Facebook とか Facebook です、あ、 Facebook です、 Facebook です、で1年やって、うん、何もなかったですか、成果というか、いや、問い合わせとか始めた時は、はい、本当にあの紹介するよとかすごかったんですよ、はいはいはい、Facebook の中からですか、そうですそうです、はいはい、まあどん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 こう友達できてるじゃないですか、はい、で、実際に会ったりして、あ、じゃ あ, あの今度紹介するよとか、はい、そういう声もいただいたんですけど、直接女性から来るっていうよりは、うん、紹介しますよっていう、そっち系でしたね。 なるほどですね。あの Facebook で結構なんか年代がちょっと上というか、うん、そうですね、インスタとかよりは若干上で、うん、もう、うん、あの女性の方もミセスの方が多くて、はい、そうですね、 Facebook はどちらかというと、はい、年上で経営者の方とか、うん、そういう方が結構多いようなところですので、うん、で多分その反応も男性が多いってことは、そのある程度年配の方でなんかこうお世話してあげたいなっていう感じだと思うんで、直接その、まあ、ターゲットといいますか、はい、あの女性には届いてないのかなっていう気がしますね。なんで媒体としてちょっと硬い話になっちゃいますけどね、媒体として、まあ、Facebook でそういう活動で紹介が発生するんだったらそれは続けた方がいいかなと思いますし、うん、あのどういう方がと結婚したいとかってあります？理想といいますか、あ、まあ、マーケティングでいうと、まあ、ターゲットみたいなところなんですけど、ターゲット、ターゲット、どんな女性がいいのかなみたいな、理想像っていうんですかね。そうですね、はい、いきなり確信に迫る、いきなり、まあ確信でもないけど、はい、むしろですね、そこを決めてから動いた方が的確になると思います。まあ、それこそね、はい、見た目とかはそんなに気にしないって言ったら嘘になるんですけども、はい、そんなにね、今までのお付き合いした方もそう気にはしてない。まあね、僕好きな言葉が、はい、男は度胸、女は愛嬌、はい、やっぱりちょっと笑ってくれてる女性の方がいいかなと、うん、はい、ツンデレとかあるじゃないですか、はい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 、ちょっとね、どうしていいか分かんないと、もう非常に小さく家の中でね、困り果てるという経験もあるので、はい、まあ笑ってくれてる方がいいかなとか、それぐらいの感覚です、ね、ああ、なるほどですね、はい、それだと1年間こう特に成果がないというか、うん、進捗がなかったっていう形ですね、うんうん、もう少し例えば容姿とか、はい、年齢とか、どういうことをしてる人がいいとか、結構細かくしてった方が、はい、細かくするとなかなか集まらないようなイメージがあると思うんですけど、要は広く取った方が間口はいいって、うんうん、思いがちなんですけども、実はちゃんと絞った方がですね、そういう方の何ですかね、どういう生活してるかとかっていうのがイメージできますので、はい、そこに今度アプローチできると思うんですよね、はいはいはい、漠然としちゃうといろんなところにこう動いてみて成果が出なかったりっていうのもなるほどあると思いますんで、結構これ言いがちですよね。そうですね、例えば僕なんかが、はい、うん、いや相手の方にね失礼になっちゃうから、はい、もう容姿はこういう形で、うん、とか、こういう仕事をされてて、はい、まあ、普通女性なんかはね、はっきり言いますよね。そうですね、はい、うん、なので、あ、そういうのが必要なのかな。ちょっとやっぱりね、うん、絞ってないですよね。はいはいはい、うん、で、僕の親父も漁師なんですけど、はい、親父の口癖がアジを釣るんだったらアジの仕掛けでいい、はい、はい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 、マグロを釣るんだったら、うん、マグロの仕掛けでないと釣れないよと。
そうですね、はい。ってことは僕が理想とする人をはっきり決めて、うん、はい、でその人とじゃあ出会うためにどうするかっていうのを、そうそうそう、その方がいいですね。なんで見事にそのお父さんのお話ですけど、はい、マーケティングでもよく釣りの話になるんですよね。あ、釣りたい魚があるのに、はい、例えば、まあ、僕ちょっと釣り詳しくないんであれですけど、はい、クジラ釣りたいのに沖から投げてるとか、まあ、そこにはいないよねとか、はい、釣りたいもの、釣りするための餌、釣るための道具、場所っていうのが決まると、なんですかね、そこにどういうふうにやっていこうっていうのは明確になるんで、うん、行動とか活動がこう集中してきるんですよね。あ、自分自身も。そうです、そうです。あ、例えば、40から45ぐらいの女性で、まあ、罰は1回ぐらいついててもいいですよと、こう、まあ、うん、絞れば絞るほどイメージができるじゃないですか、うん、こんな感じの人がいいなって、と今度その人が、まあ、どういう、生態系というか、うん、どういう活動してるのかなっていう印象が、イメージが出ると思う。生態系って言ってちょっとまた言葉悪いんですけどね。いやいやいや、あまりちょっと語彙力がないんで。いやいやいや、こういう方はどういうところにいるんだろうとか、でどういう感覚で、どういう価値観で生きてるんだろうなっていうのが分かると、あ、ああいうのがいいかなとか。で、ボランティアもされてるじゃないですか、うん、例えばそういうことに共感してくれる人がいいなとか。あ、そうですね、山崎さんの希望もあると思うんですよね。で絞っていくと、あ、そういう人ってあの辺、ああいうところにいそうだなとか、例えば、あ、そういうボランティアとかが好きな、肯定的な方だったら、どうなんですかね、どういうところにいるんですかねっていうのを考えていくんですね、うん、ちょっと今パッと出ないですけど、うん、するとそこにこうアプローチして、そういう方が、どういう、うん、インターネットだったらどういうサイトを見てるんだとかっていうのイメージが出ると、うん、そういうところにこうアプローチしていくっていうのはいいかもしれないですね。そうですよね、はい、会えなきゃしょうがないですもんね、はい、あ、まあ、ちょっと恋愛なんで、僕の場合どうしても商売 の、 ビジネスのサポートとかっていうのでこういうのは使うんですけど、まあ、でもその方が、やることが明確になっていいかなと思いますけどね、はい、マーケティングの観点から言うと。ただ会ってみたらね、また山田さんの気持ちが変わることもあるんで、一概にその絞り込みすぎちゃってっていうのも、うん、あれかもしれないですけど、うん、まあ、基本的にはこう絞った方がいいかなと思います。あ、なるほど。ご覧の独身男性の皆さん、的は絞った方がいいということらしいです。の方が的確に動けると思います、うん、まあでも言われてみるとね、確かにそうですよね、はい、本当にその間口を広げるのも一つやり方ですけど、それが身になってないんだから、じゃあちょっと絞ってみて、はい、自分の行動も明確にしてみて。そうですね、うん、まあいいかなと思います。じゃあもう今日夜早速こう枕元で、僕の理想は どんな人なんだと。あ、それいいと思いますよ、本当紙に、うん、まあ、項目出して年齢とか、うん、まあ、職業なのか、まあそこ書き出してどういうのが理想だなっていうのを出していくとパーッと出てくると思いますので、うんうん、でそういう方がどういうところにいそうだな、うん、っていうのを考えるといいかなと思いますね。なるほどね、インスタなのかなとか、はい、ツイッターだとちょっと若いかなとか、あ、ウェブだったらですね、うん、でリアルだったらどういうところにいるんだろうとか、うんうん、ボランティア好きだなっていうとなんかこうそういう支援センターとかああいうところにいるかもなとか、うんうん、っていうので、そういう方が仕事以外で行くところってどこだろうとかってなるといるかもしれないですね、うん、ちょっと声かけるきっかけはちょっとまた難しいかもしれないですけど、まあ、自分の勇気一つで。そう、そうですね、はい、まあこの年になって恥も外聞もないですからね切実ですから切実ですか。もう本当に言い方悪いですけど、下手な鉄砲もね、はい、僕の拙い言葉もこうね、一生懸命こう伝えれば相手に届くかなという部分も考えて、そうです、あと本当結婚に何を求めるかっていうところで、はいはいはい、どこまでの、まあ、妥協っていうとまた言葉おかしいですけど、どの辺までこう捉えていくかっていうのはあると思いますけどね、うん、完璧にこういう理想の人と結婚したい、そしてこんな結婚生活したいなのか、まあ
こうもう少しふわっと捉えて、まあ、このぐらいは妥協します、このぐらいは妥協しますっていうのがあるのかっていうところはまだ別なんですけど、どういう結婚生活を送りたいのかなとかっていうのがあると、またそのラインも出てくると思うんですよね。ここからこの辺っていう幅が。これちなみに逆に質問なんです。はい、増子社長は、思い描いてた理想の家庭とは、いやもうもちろんですよ。もちろんです。もちろん。あ、奥さん見てる。見てる可能性があるけど、もうそれはさすがにいや違ったんですよねと言えないですけど、もうもちろんですよ。もちろんです、もう愛してますよ。妻を笑っちゃいけないと思う。そこ笑っちゃいけない。はい、いやでも本当に自分が理、いやでもねこれ理想を追い続けすぎちゃうとダメですよね、はい、だからさっきの言い方悪いけどもって言ったけど、うん、まあ妥協じゃないですが、はい、僕のこの考え方としていい方が勝ってれば全然許せると思う、うん、許せるというのも変ですけど、うん、まあこう10ゼロとかじゃなくて、うん、まあ、グラデーションとして6-4でまあ理想に近ければいい、まあ、全然ありだと思いますし、うん、相手の希望もありますよね。そうですね、はい、これマーケティングでいうとやっぱり統計になっちゃうんですか、はい、統計だいたいこう割合的にこういうふうに動いた方がいいよとか、例えば50代の僕は、あ、なるほどなるほど、まあ、結婚率っていうのはだいぶ下がるんですよね、はいはい、条件的には悪いです、はい、で相手から求められてない中で、こっちからアプローチする、はいはい、相手の希望に合わせたらこっちもね、こっちも選ぶし向こうも選んでたらやっぱり接点って合わないじゃないですか、はいはいはい、でその辺がね、まあ、事前にじゃあマーケティングの会社の社長さんだから、はい、こういうの調べといてよって言えばよかったですけど、はい、まあでも本当にね立地的には悪い中で、はい、じゃあこうやって SNS なり焼津 TV さんの、はい、力を借りて自分が婚活してるよっていうのを発信していこうと、はいはい、それによって、まあ、知る皆さんが知ることはできると、はい、だからそれでうまくいかないかなぐらいで考えてるんですけどね、それ、うんうん、あでもですね、まあ、自分もそうですけどやっぱり数って大事なんですよね、うん、行動量といいますか、うん、なんでいろんなところに露出してそういう自分が今やってることとか望んでることっていうのを発信しておくと、まあ、どこでこう引っかかるかわからないんで、ただそれがあまりにも多すぎちゃうとやっぱ分散しちゃうんで、ある程度こうこの範囲でやろうとかっていうのは大事かもしれないですけど、ただ数あった方がいいと思います、はい、じゃあ私婚活してますみたいなこのね垂れ幕つけて街を歩くことはないですよね。警察に捕まるかもしれないですけど違う問題が発生するかもしれないですけど、でもまあ極端なそういうことですよね、要は分かってないとやっぱ向こうもやってこないと思いますし、あ、なんで常にこう伝えるとか発信するっていうのはやった方がいいかもしれないですね、うん、やり続けてた方がいいと思います。いや皆さん今日はすごいためになる話をね聞けてますんで、婚活にハマってるかどうかはまたあれですけど、ね、いやいや、まあでもねやっぱりこうやっていろいろ聞くと的を絞るっていうね、はい、そこは今まで自分が考えてなかったんで、やっぱりそういうのは聞くべきですよね、うん、そうですね、どうしてもそこじゃなきゃダメだっていうね、逆に狭めてしまうかもしれないですけど、はい、でもある程度の妥協じゃないか、許容範囲を持って、はい、許容範囲です、はい、うん、自分の希望する条件を出していくと、そうですね、その中でとりあえず探してみて、うん、見つからなかったらちょっとずつこの範囲を広げていくみたいなところじゃないですかね、はい、まず理想ってみて、ちょっとなかなか難しいなと思ったら少し妥協のライン、妥協、うん、範囲を広げてっていうふうにしていくといいかもしれないですね、うん、なるほどね、うん、僕今でも聞いてて思ったのは仕事にもこれ通じるものですよね。そうですね、僕営業でやっぱり誰かから紹介を受けたい、はいはい、誰でもいいから紹介してって言ったら一人も来ないんですよね、うんうんうん、そうですね、うん、
いやこういう業種の、うん、こういう方をちょっと、うん、紹介してくれと、はい、言うと、ああそういえばいるなと。で、うん、ちょっと業界は近いけども全く言った通りの業界じゃないけどこういう人いるよと、はい、仕事にも通じる。そうですね、うん、じゃあ、うん、紹介するにもどんな人を紹介していいか分かんないと動かなくなっちゃうんですよね、うん、やっぱ紹介してたら社交辞令で終わっちゃうんですけど、うん、こういう仕事でこういう悩み持ってる人を紹介してくれたら例えば自分の仕事が生きると思うんだとか価値提供できるっていうような形で話すとこう探してくれたりとか、ああそういえばいるなとかっていうのはつながる可能性があるんで、漠然と伝えるよりはいかにこう絞って伝えてあげるかっていうので、あの業種だったり悩みだったりっていうところですね。集客困ってる、例えば集客困ってる人をお願いしますとか、あの紹介してっていうよりはどういうことで例えば飲食店で集客に困ってる人を紹介してっていうとさらに絞り込まれて確率上がりますよね、うん、確率というかあの動いてくれるっていうんですかね、相手が。なんでこれはマーケティングだと、広く浅くですね、30平米を1メーター掘るより1平米を30メーター掘るっていう、深く掘るっていうふうにターゲティングしていくとより刺さっていくっていう。出ないと温泉は出ないよ。そうです、そうです。そういうことです。そういうこと。わかりました。まあ、あの皆さんね、今日僕婚活をテーマにあのマーケティングをしていただいて、ただあの普段のねお仕事は、はい、いろんな業種のマーケティングをされてるので、はい、あのすごく丁寧に教えていただけるんで。またぜひね、アイディルライフマーケティング、はい、ちょっと呼びづらい会社名で申し訳ないですけど、じゃあのマーケティングで理想の人生をっていう会社名です、うん、よろしくお願いします。あ、そういう意味なんです。そういう意味です、はい、アイディルが、理想、はい、でライフが理想の人生ですね。でマーケティングで理想の人生を生きてください。要はいいもの持ってるんだけど売り方が分かんないとか販売がなかなかうまくいかなくて困っちゃってるっていう方のこの売り方とかっていうのをサポートしていくんですね。ああ商品の見せ方とか。今日の放送で、はい、これから婚活も多分行くと思います。あ、本当ですか。ぜひぜひ。いや、あの理想の人生をね。そうです、理想の人生をサポートしたいと。それは結婚も一緒です。はい、あの ある法人会でね、はい、言ってたんですけど、やっぱりその場所が人を育てるよ、うん、で地域もあるんですけど、場所っていうのは家族も大事だ。だから家族とのその絆を大事にしないと人生うまくいかないよっていうね、はい、ある方が言ってましたけど、まあそこはね、自分がまだ伴侶がいないんで子供もいないんで、ね、これから築き上げなきゃいけないですけど、でも本当そのエリア的なものも、はい、マーケティングのね理想の人生の一つに入ると思う。エリアというか家族というか、ね、はい、はい、なるほどね、で実際理想の家族なんですね。いやもう本当に理想の家族です。もう一回ねちょっと確認しておきます。愛してるよって。わかりました。大好きな家族ですから。あ、はい、いや実際ね、僕はある夕食会でねご家族をお会いしたんですけど、ああそうですね、はいはいはい、うん、本当に幸せそのものの、はい、もう僕にはもったいない、妻ですので、あんまり大げさに言わない方がいいと思います。逆にですね。そうですね、まあ、でも本当にね、ああいうあの時、2家族ぐらい、あ、皆さんでも奥さん結構皆さん奥さんも呼んでて、はい、ね、あ、コロナ禍だから大勢じゃないですよ、大勢ではやってないですよ、こまごましたこうなんかねちょっと集約したような感じでしたけど、はい、あ、でも本当にね皆さんのああいう姿を見ると、これ俺一人でいるのもどうかな、やっぱ あそこでも思いました。あ、そうなんだ、うん、結婚しようと。なるほど、そうだ結婚しようって。 JR もサポートしますんで、はい、はいはい、まあ今日ね、ちょっとアイデルライフマーケティングの益子社長をお招きしてね、いろいろお話を聞いて、
来週多分ねバックに僕の理想の、希望の条件が載ってるかもしれないですけど、まあでも今日はちょっと夜ね、はい、あの真剣に考えてみますので、はい、ぜひぜひ、はい、そうですね。いや本当に今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。次の、はい、次のあこれですね、6時からですね、ロバさんの番組、歌劇これなん三門の滝三門の竜竜三あ竜あ竜ごめんなさい、もう年がバレるこの読めないとね、読めない、見えないと、三門の竜ですね、歌劇三門の竜初演に向けて、掛川市民オーケストラ第20回定期演奏会、ゲスト斉藤大樹さん、作曲柴宮淳さん、掛川市民オーケストラインスペクターのお二方を招いてロバさんの番組やりますので、ぜひまたねこの後も皆さん焼津 TV をご覧いただければと思います。ちょっとねこれがね、あの読むのがね自信なかったので早めに終わろうかなと思って時間調整がね最後しどろもどろになってました。はい、じゃあすいません、今日もね、コントリビュート第3回、無事終了いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。コントリビュート、あコントリビュート。